界の破滅ってやつは突然起きるみたいだ。これってどんより俺たちの動きが突然遅くなっちまう。これが重加速現象。まあ町の人はどんよりなんて呼んでるかな。ああ、どんより警報アプリ入れてんのに。来る前にお知らせしてよね。あ、化け物だ。新作のスマホですか。ジュル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 、美味しそうですな。怖い、マジで怖い。この重加速現象とともに現れた謎の怪物、市民を危険にさらす悪の張本人、それがロイ・ミュードだ。いいねー。おそらくサッコサコに動くんでしょうな。やめて、こっちに来ないで。もっと近くで見せてくれよ。ちげえ、なんだなんだ。うわ、あ、動ける、動ける。よう怪物、市民を守るのが警察の仕事だ。なんだと。行こうか、しのせ。スタート。仮面ライダー。その通り、仮面ライダードライブ。お前らロイミュードを倒す、市民の味方だ。ちげえ、面倒なのが出てきやがったぜ。さて、ひとっ走り付き合え。なかなかやるようだな。噂以上かもしれないぜ。ビッサーズフォルスロットスピード。ナイスドライブ。一件落着っと。おや、最新型のスマートフォンか。おうおう、これ完全に壊れちまってるな。あんたが有名な仮面ライダードライブでっか。ん？やしすれ、私この完熟を仕切らせてもろてます、川田いうもんです。関西弁？コテコテのな。まあそんなことはどうでもいいや。あんた特上かやろ。まあね、ここはうちらの姉妹、たとえ仮面ライダーでもおっきい顔はせんといてや。おっさんじゃなくて川田刑事。警部や。あ、警部、ロイ・ミュードが現れたら俺にしか戦えない。その時はそっちこそ邪魔しないでくれよな。邪魔はせんがな。あんたがわしらのサポートをしてくれたらそれでいいんや。まあどっちでもいいですけど。ちょっとごめんやで、事情聴取だ。あ、さっきの。あ、買ったばかりの私のスマホが。ちょっとお嬢ちゃんよろしいか。はい。お話だけ聞かせてもろてもよろしい。ええ。あ、仮面ライダー写真で、スマホが壊れてしまっていたのでした。お名前とお年を教えてくれる。みずほ愛、21歳です。ほうほう、みずほってみずみずしい稲穂。はい。愛は。愛はラブの愛です。ラブの愛って卓球の愛ちゃんの愛やろ。さあ、なんやねん。ダメですか。まあ、ほんで学生さん。草の根大学です。あ、草の根。あっこはあれやな、駅伝強かったな。あ、そうなんですか。そら知っとかなあかんねん。ほら、何や言う選手がおったやろ。いや、わかんないですけど。わかっとかな。何やったかな。さっきの化け物に襲われて、なんか体の調子が悪くなったとかはないですか。え、あ、はい、大丈夫です。でも、新しい携帯が壊れたから心はとっても痛いんですが。形あるものはいつか壊れる。
あんたの体が無事やったらわしらそれでええ思うとるよ。私は良くないんですけどね。よっしゃ、ほな気ぃつけて帰ってや。恋もええけど勉強やで。いや恋とかは。ほな、最近の若い子いうのはみんなあんななんか。はい、今の女の子やがな、携帯電話一つでおろおろしてからに。まあ安いものじゃないですからね。それにしてもやんか。まあええわ。しゃあけどあっけないもんやな。もう事件解決ですわ。だといいんですがね。まあええ格好したい気持ちはわかるで。しゃあけど解決は解決や。あんたも早い家帰り。ほなな。あ、あと一つだけ。うちのかみさんがね、あんたの大ファンでして、申し訳ないですけどサインお願いできますか。はいよ。お気に。ほな今度こそまたどっかで会いましょう。さすがはしんのすけ、サインをする姿も様になってるな。からかうなよ。けどさ、本当にこれで終わりなのかな。君の刑事としての顔をするのよ。その顔を信じるんだ。ああ、なんだろうな、胸騒ぎが収まらないんだ。まあいいか、考えるのはやめた。遅い。遅すぎねえか。まさか失敗したのか。携帯かっぱらってくるぐれ、そこらのガキでもできるだろうが。仮面ライダーとは考えられないですか。仮面ライダー。あんなもんは都市伝説だ。ネット社会が生んだ幻想だ。もし本当にいるならぜひともお目にかかりてえってなもんだぜ。ってなことはどうでもいいんだよ。いいんだよ。俺はシムカードが食いてえんだよ。しかし変わった体質ですね。希少部位だ。は？一頭の牛からこんだけしか取れないんですよ。何の話ですか？あの携帯電話の中に入ってるこんなちっちゃいシムカードの味、お前にだって想像することぐらいできるだろう。いえ、ですから普通の人は携帯電話は食べないだろうと。普通じゃない俺最高。スマホかっぱらってこいよ。おめえの相棒はもうダメだ。待てねえ、今度はおめえが取ってこい。わかりました。極上の新機種を持参いたします。たく使えねえやつだぜ。何見てんのこの野郎。いいレスポンス。うちのアプリのバグ取りバイトも終了と。これで新機種にも対応していることが実証されたわけが。さてそろそろ面接の時間だな。お、まさかどんより。これが噂のどんよりね。すっごい、なんかテンション上がってる僕がいる。え、バケモンじゃん。うわマジでいるんだ。みちゃんの噂じゃなかったんだ。ってやべ、こっち来ないで。ちょろい仕事じゃねえか。おいお前もう用済みだぜ。うわ、やめろ。そうだよ。何者だ。逃げろ。助かった。なんだ、おとなしくしてもらおうか。変な格好しやがって。化け物め、人間ごときがいい度胸だな。なんやと。ああこれがどんよりか。あかん。おうし、こっち見てまいそうや。無謀なバカだな。おれついでだ。なんだこりゃ、こんな古い携帯まだ使ってるやつがいるのか。
俺の携帯が、やめろ、そこには娘の写真が。ま、何よりマジか。俺ゴーあじゃあはは、あ、動ける、あ、動けるけど、どないしよう。お待たせ、川警部、あとは任せとけ。ぜひともそうさせてもらうぞ、仮面ライダー。そうか、やっぱりマアをやったのも貴様だったんだな。マア、俺の相棒だ。そして俺の名はモリッシー、カドバのスミスと呼ばれた俺たちを知らねえとは、てめえモグリだな。カドマ、何ですか。あ、地名。カドマをバカにする奴には死を。もう終わりか。しますよ、あそこまで無理し、分かってるって。ディスタンス、ゾロスワットへ、おい特徴か。うん、あ、よかったな、無事で。そっちの君も。すまんかった。え、わし生意気なこと言うて、あんな化け物前にしたら何もできへんかった。わしは刑事失格や。そんなことないですよ。あの時刑事さんが助けてくれたから、僕は今もこうして生きています。それは刑事さんのおかげなんですよ。ありがとう。わし警部やけどな。ねえ、この携帯君のじゃないの。あ、ありがとうございます。やっぱ壊れちゃったか。ああ、そういえばわしの携帯も。どこや、どこ行ったんや。わしの大事なガラパゴス携帯がどこ行ってもうたんや。形あるものはいつかは壊れる。警部が無事でよかったじゃねえか。勝手なこと言うな。どっちが勝手だよ。まあええわ。それより仕事や。ちょっと君な、悪いけど2、3質問させてもらうね。あ、はい。お名前は。目黒つぐみです。目黒は中目黒の目黒。つぐみはひらがなでつぐみです。ああ、そうか、ひらがなで。で、年齢は。こんなん聞いて失礼やな。年齢は。あ、25歳です。あ、そう、見えないね。ですか。で、学生さん。いえ、フリーターです。家買うの。は、ちなみに大学とか行ってた。おととしまで草の根です。ほら、ビンゴ。え、よっしゃ、ありがとう。もうええで、ほなサインなら。その携帯買ったばかりの新品かい。ええ、そうなんですよ。これがショックで。わかった、ありがとう。もう二度とあんな化け物には襲わせないよ。ありがとうございます。つながったな。つながった。俺の脳細胞がトップギアだぜ。わしは一足先に学校行くで。学校？被害者の共通点、ズバリ草の根大学や。ああ、そっか、分かった。よろしく頼みますよ、テーブル。任せとき。何警部も。相手はロイ・ムードだ。警部を危険な目に遭わせたくはないからね。なるほど、君はやはり優秀な刑事だ。ウェイクさん、今日発売の新型携帯を派手に売ってる場所を調べてほしい。すでに本部から転送済みだ。ノンストップで急行するぞ。さすが、急ごう。釣られてやってきてみれば、こいつは当たりだ。新作のスマホがあんなにたくさん、まとめてごちそうになるか。そういうわけにはいかない。
そうか、貴様が仮面ライダーか。まさかマジでいるとはな。携帯電話を集めてどうしようって言うんだ。はあ、もちろん俺のパワーの源さ、源静香だ。静香、一度シムカードの味を覚えちまったら最後、もうやめられねえんだぜ。普通じゃねえな。普通じゃない、俺最高。いっぱい食べる俺がすげえ。こんなところに転がってんだ。どこや、どこ行ったんや。わしの大事なガラパゴス携帯が。川田警部の携帯か。この際なんでもいいわ。いただきます。はん、おん、スパイシー。はん、マジで食っちゃうんだな。くおしてんだ。もう二度と目の前で大切な人が傷つくのは見たくないんだよ。貴様らは無力だ。この世は弱い者が強い者に淘汰される。つまりこれが定めだ。定めムーチョ。俺は戦う、みんなを守るために。わきごし、人間に守る価値なんてありますかね。クソみたいなやつはこの町にもたくさん溢れてるぜ。人間の価値とかは分かんねえよ。はあ、お前正義のヒーローだろ。ヒーローの前に俺は警察官だ。警察官ってのはな、市民を守るのが仕事なんだよ。変な理屈言ってんじゃねえ。なるほど、とても君らしい意見だ。会場のみんな、今こそ力を合わせて大きな声でドライブを応援するよ。せーの。もっともっと大きな声で応援するよ。せーの。てめえら一人残らず痛いことすんぞ。俺は一人で戦ってるんじゃない。
この会場のみんなと一緒に戦ってるんだ。てめえ仮面ライダードライブ、さあひとっ走り付き合えよ。ダメだろ。うちは持ち合いな。ロイ・ミュードの事件はあんたらに任せるんが一番や。今回はそれを勉強させてもらった。そんな、わしが間違って草の根大学に行った時、あんたはわしを守ろうとして何も言わんかった。うちな計らいや思ったで。あの川田警部、警部の携帯なんですが。携帯？ああ構え構え、形あるものはいつか壊れるっちゅうやっちゃ。娘の写真が残念やけどな、家に帰ったら可愛い顔しておかえり言うてくれる。それが一番の宝やで。川田警部、一緒に捜査できてよかったです。ありがとう。やめてえな、水臭いこと言わんとって。わし帰るで。仮面ライダードライブの際に神さんに見せたらなあかんな。ほな。パワフルな警部、関西の人はみんなあんな風なのかな。どうだろうね。会場のみんな、今日は大きな声の応援本当にありがとう。これからも俺やベルトさん、それに特上家の仲間たちがテレビや雑誌で大活躍するからね。応援よろしく。よろしくな。それじゃあみんなバイバイ。アメリカ。